保存したつもりがちょっとしてなかったみたいなので、再度説明したいと思います。先ほど5時何分だったかな。ですね、5時、ちょっと時間の方忘れました。先ほどここで一旦、エントリーということをお話ししました。ちょっとチャートの説明をします。ここで出しているテクニカルチャートは一目均衡表と RCI と、VIX と呼ばれるものです。一目均衡表は日本独自のテクニカルチャートですね。それと RCI はオシレーターですね。赤いやつがこれが9日線。青が26日線、グリーンが52日線ですね。RCI の説明としましては、全部下がったここが一つの底という目安ですね、あくまでも。で、逆に、ここで、ここでちょっと分かりやすいのですけど、ここは3本線来てますので、ここが売りのタイミングという一つの目安です。じゃあ VIX の場合は、このグリーンが出てきたとき、恐怖指数と言われてまして、この辺が、恐怖心理の状態で手放すタイミング、絶好の買いのタイミングと言われています。ここでは、グリーンがで RCI がそこに来た。ここが一つの買いのタイミングになります。今回の場合は、ずっとレンジ相場で揉み合っておりましたので、今日の一つの底はここ。と雲の加減がここということで、徐々に下げ加工をしてきてましたので、今回は売り圧力が強い、これが上髭ですね。上髭が出てる場合は、売りの圧力が強いと見れますので、今回は無事に一つここを一旦ブレイクという形で徐々に下げています。で、今日の加減も下げてきましたので順調にブレイクという形で下げてきております。次の目どころまで、次の目どころは ここですね。ここまでが見どころになります。ただオシレ RCI もそこに来てますよね。15分足で一旦、買い戻しがあるかもしれません。その後、戻ってきたらここ押し目売りのタイミングが来るかもしれませんので、売りそびれたらここで一旦売ってもいいと思います。以上です。